続いて柳葉敏郎さんが登場。日本一かもという地元秋田県の綱引きを熱く語ってくれました。東北住んで何年なの？8年目か。そうなんです、綱引き日本一です。何が日本一？あのね、沖縄にも日本一の綱引きがあるんですよ。まあ、どっちが何が日本一かって言われると、非常に難しいんですけど今日はですね、ちょっとミニチュアを作ってきましてですね、綱引き、これオズナです。ああなるほど。これメズナです。これが説明するのは蛇行結びと言いまして、これがこう合わさるわけですね。合わさって、こう頑張るわけさ。でこれこっちがこう大体15メートルぐらい、こうですね。でこれを一回こう落とします。こっち側に落とさないと思います。これはあれだ、もちろん通りでやるわけですね。こっちに、道路で。でこれ今度下にくぐらせます。すいません、田村さんこっち持ってもらって。下にくぐらせます、でこれをまた持ち上げます、でこれをちょうどここにこう空間ができますね、空間と言ってきます、でこれをここにまたこう入れるわけですね、でこれをよーいドンで引っ張るんです。総勢6000人ぐらいですかね。で引っ張り合います。これでもこんなものどうやって持つの？これはここがですね、ここに今度小綱というのをついてんだ、つけましてここにこう貼るわけですね。わらどれぐらいいるんだこれ。調べてきませんでした。ここでこうやってお話しさせていただくのも、俺はこれが最後っちゅうことですかね。もう3月いっぱいですからね。お疲れ様でした。いや、ありがとうございます。二度ほど安産祈願をしていただいて、そうですね、おかげで本当に二人とも分娩室入って、30分ですから。30分ですか。本当に聞くんですよ。上が今中学2年で、下が5歳になりました。早いな。安産祈願してもらった方がいいですよ。本当だから。大丈夫。坂子も、坂子何人直したかな。ここ直しました。本当すごいです。前言ったメイクさん、2回とも坂子で2回とも直したよ。あ、本当ですか。本当なんで言ってて。本当もううちにとってはもう神様のせいですよ。なんなら立ち会いますよ。断食とか最近ハマってまして、まあ、ちゃんとやり方があるんで。その後調子いい？調子いいですね。すごい、やっぱり感覚も研ぎ澄まされるんだよね。みたいですね。だから曲とかもメロディーもいっぱい出てきて、やってる途中に2曲できました僕。最近坂道ってちょっと情緒ありまんな。坂道の写真家ですからね。おめそれいたしました。女の子が人形を UFO キャッチャーをやってて、でも今にも落ちるか落ちないかでずっと頑張ってたんですよ。それでもうやっと落ちたんですよ、人形が。おめでとうみたいな横でその子何この人みたいな。そのスペースシャトルの打ち上げを見に行ってすごかったですよ。すごかったですか？真っ昼間みたいになって、でもブワーって光がもうブワーってなって、ちょっとうまく伝えるかも。オーケーを指揮して、それで同時にピアノを弾かなきゃいけなかったんですよ、もう直前までこうやりながらすぐ行かなきゃいけない。そうだから1、2、3でやってる。ジブリでね、アニメ見たんですよ、短編の。一人で田中さんやってるんで、覚えてます？覚えてます。あ、小川の音と風の音ね、台風とかね、全部田中さんの。これなの、この人なんだろうって思う。それやっぱりいただき、いや、これね、これをもう多分売り切れてると思いますけど、お見せするだけじゃまずしまいますね。みたいなね、発声練習一人でやってる部屋で、犬と猫いるんですけど、みんな呆然としてる。
佐藤これ何なんでしょうね今なんだろうと思ったのありがとうございます。写真1枚あ、はい、誰も出演者の、ま、キャストの方が目を合わせてくれないっていう日があったりとか、うん、いるんですよ本当に。私はここにいるのよって思ってるんですけど、またそれも寂しい。ちょっと寂しい。どうしよう、寂しい人みたいに、もうせっかく初めて来たのに。ハロートルシエ、もしもし。テレ朝ですからね。さすが。そんな重労働から家族を救ったのが内田さん自作のこちらのマシーン。さあ内田さん、こちらの機械は何ですか？これはあのトマトクリーナーなんですけど。これがトマトクリーナー。トマトクリーナー、はい、ちょっと横文字で言ってみたんです。磨き器じゃなくてトマトクリーナーでやりたい。そうですね、はい。ここ転がっていく途中でタオルに汚れが吸着して、まあ、綺麗になって落ちてくっていうことなんですけど、その後そうめんを入れる。あ、そうなんでそうめん食べるんですよ。ちょっとまずやってみるかね、はい、じゃあお願いします。もうここから行っちゃっていいですか、はい、前取っちゃおう。いやいやいや、どうぞどうぞ。いい方です。じゃあ、まあ、あの ここに普通にこうただ落とすだけなんですけど、いやいや、でスイッチ入れると、はい、でまあ振動しながら落ちていくこれがトマトクリーナー。はい、そうすると、まあ、スピーディースピーディースピーディー。ちょっと一回やってみましょう。一回やってみましょうか。この程度でいいんですかこれ。そこは内田さん、マイクロファイバータオルを使いすでにバージョンアップ済み。そうすると、まあ、さっきよりは、ああなるほど、ちょっと止まる。上を磨いてますよ、はいはい、上を磨いてますよ、ここで、まあ、下に行ったのがもうピカピカになってるってことですけど、もうツルツルですよ。トマトクリーナーの材料はどれもホームセンターで入手可能。およそ2万円で作れるそうです。おピカピカになってる。なってますか。なってるなってる。ドロドロでもなかったんですよ。あれ埼玉の有機農家横田さんを悩ませているのは収穫した大豆の選別作業。こう色の変わったやつ、色の変わったやつ、割れてるやつ、これちっちゃいのダメなんでしょ、はい、小さいの、ちっちゃいのもダメ、小さいのも。より分けなくては一般の人に売れないので。いや、じゃあ普通これ大豆ってぶどう周り悪いですね、意外と。うわ、返事がない。横田さん、話しかけられてますよ。3割ぐらいこうクズが出ますね。クズ出る、はい、これもうこれだけ出たの。これこれをまあ手作業ですもんね。あ、大変だわ。これは大変ですよ。時間どれぐらいかかるんですか。これ10キロぐらい入ってるんですけども、一人でしたら1日ぐらい。かかっちゃいますね、もうね。本当にかかっちゃうわ、はい、うん。この地味な重労働を劇的に改善したのが自らの名を冠した横田式大豆選別機。ここはこう分かるんだけど、これが分かんないよね。これはこう角度がついてますから、丸いものが下に転がって前に行かないと。半分割れたやつは前に行っちゃうんだ、はい、前に行っちゃう。何ですかこのアクション。分かり合ったんですね。分かり合ったんですね。なるほどね。これは何ですか。それインテリアボックスって書いてある。あ、本当だ。ここにインテリアボックス。傘立てなんですよ。え、傘立て？中に入ってるのは。よくこんな傘立てが合いましたね。ありましたね。探しました。あっちのホームセンター、ね、こっちのホームセンター行きながら。ホームセンター。この豆を持って。この中通るかどうか。あー、豆を一粒ずつ持って探したんだ。傘立て以外はほぼ廃材を利用し、製作費はわずか3000円。右手で回しながら、左手でこう
脳トレですね。右と左。脳トレ。違う。流行りましたね、脳トレ。回しながらこうやって入れていくんですけど。あ。おお。お。ああ。これ今選別中です。ガンガンいきますね。これよくできてるよ。おお。すごい。これはいい、面白い。横田さん止まりません、左手がもう。ガンガン揺れてますね、もう。さらにアニメの大きさが異なる二重構造のふるいで大粒、中粒、小粒に選別。比べてみてわかりますね。もう違う。無理やり言ってないですか。無理やり言ってませんよ、やめてください。ちょっと大きいですね。大きい大きい。で向こうは 半分とか殻とか殻とか本当にもうこれはもう畑に返しちゃう。殻です。ゴミとかね、うん、すげえ。すごいこれ、すごいねこれ。横田式すごいじゃないですか。すごいですよ。よく見たらキャップにコスタリカって書いてあるんですよ。横田さんお好きなんですか。